何でもない。それより何？ちょっと時間いい？学園祭のことで相談があるの。断るわ。私には関係ないもの。そんなことないわ。クラスみんなでやることでしょ。じゃあ私はいないものと考えて。何それ、ちょっと無責任すぎない？責任なんて最初からないわ。話は終わりよ。終わってないわよ。あんた何様のつもり？別に見たままよ。いい加減にして。私をバカにしてるの？お姉ちゃんどうしたの？喧嘩はダメだよ。わかってるわよ。けどこの子が。落ち着いてください。二人のお話は聞いてました。事情はわかってますからね。ナモリさん、面倒なのはわかるよ。けど手伝ってくれないかな。もう一度言うわ。私はいないものと考えて。うん、鏡が怒るのもやむなし。人を見下したような態度で協力しようともしない。ああ、もう。好きに思って。けど、考えは変わらないわ。ああ、頭きた。もう我慢できない。早々にご迷惑をおかけして本当に申し訳なく思っています。けれどこれは全校行事です。クラス中の協力が得られなければ学園祭の成功はありえません。それに自分はいないって言っても実際目の前にいるしさ。長森さん、お願い。ほんのちょっとでいいの。お手伝いしてくれないかな。無駄になるのに、そこから先に進みはしないのに。おーい、授業やで。早席つけ。で、ん？なんでヒイラギがおるんや？あ、いや、別に。鏡さん、教室に戻ってください。私からも話してみますから。わかったわ。けど私、納得してないからね。面倒ばっかですまんな。
丈夫です。私、委員長ですし。ゆきちゃん、私も手伝うよ。お姉ちゃん、かわいそうだもん。私もやるよ。けど、なかなか手強そうだけど。すみません。よろしくお願いします。